トルクメニスタンのアタエバとの準決勝です。永井敦子48キロ級です。鈴木若葉さんは永井選手の大学の先輩でもあり、はい、階級も一緒だったこともあって、そうですね、よくですよね、はい、よく練習しましたので、はい、まあ、一番の特徴、一番の強みは、はい、今大外刈り来ましたけれども、はい、まあ、彼女は一番いいのは大内刈り、はい、大外刈り、内股のこの足を使った技ですね、はいはい、それを得意としています。早速出ましたね、はい、積極的に開始早々行きました。今日はここまで合わせ技1本で2つ勝ってるんですが、はい、トータルの動きとしては、そうですね、1回戦ちょっと硬くなって内股内股と前の技ばかり連発してましたけれども、2回戦以降後ろの技が効いてきてますので、はいはい、調子上がってきていると思います。はい、このトルクメニスタンのアタエバなんですが、今日最大のライバルと見られていた韓国のパクを倒してきました。ちょっと強敵ですね。そうですね、しぶとい選手ですね、はい、はい、世界選手権で5位、ここで指導が与えられました、はい、アタエバに指導です。で、永井が続けて攻めに行ってますので、はいはい、これで永井は有効と効果一つずつになりました。ポイントリード、さらに攻める、いった一本、長い決勝進出。まだ始まって1分経っていません。大外刈り見事でした。はじめ、長井敦子、女子48キロ級決勝戦に登場しました。対するは中国のカオです。放送席は解説が鈴木若葉さん、ゲストに田村涼子さんをお招きしています。田村さん、この配球48キロ級、はい、永井選手はもう本当に10回ぐらい対戦されている。そうですね、永井先輩とはそうですね、数えれば10回近く対戦していると思います、はい、一番 の、 その、まあ、田村さんが対戦していて注意している部分というのはどこですか。武器ですね、最大の。そうですね、まあ、でも、まあ、いつもがやはり真剣勝負ですので、まあ、どの選手とやるときも、お互いに力が発揮できればですね、はい、もうそれで十分だと思いますけれども、はい、いきなり鈴木さん、指導が中国の選手に。そうですね、手を組み合った指をですね、持ったということですね、はい、中国選手の方がですね。そしてさらに両者に今度は、はい、組み合わなかったということで、はい、両方に指導と注意とつきました、はい、そして払い腰に行った、長い受けました。序盤から激しく動き合う両者ですが、ここまでオール一本勝ちできているんですが、田村さん、永井選手の今日の動き、はい、全体的にどうだったですかね。そうですね、まあ、結構今日も足技が出てまして、で、いい形で勝ち上がってきてますので、はい、でただ、まあ、中国の選手もですね、準決勝で北朝鮮の選手を破って、はい、波に乗ってきてますので、どういう試合になるかすごい楽しみにしています。そうですね、背負い一本背負いにいった、さらに攻める、今度はコーチか、受けています永井。そうですね、はいはい、内股、これは受けました。コーチにお話を伺ったんですが、はい、永井選手はもう柔道的にはですね、かなり完成していると。一番指導しているのは組手争いに勝てなかった時の対処の仕方だそうです。はい、組手争いという今話があったんですが、田村さん、このあたりは対戦多いんですが、はい、どうですか。そうですね、まあ、いつもはもうやはり無我夢中でやってますからね、はい、まあ、でもそういった組手のうまさとか、やはり組み勝った方がですね、技に入る間合いとか取れますから、はい、やはり組み勝つには越したことないですね。そうですね、鈴木さん、今日のこの決勝の対戦で組み手っていうとどうでしょうね。そうですね、やっぱりしっかり持ててないですね、まだ、はい、右手の方は持ててますけれども、はい、左手の引き手の方がなかなかきちんと持てませんので、先に相手に下に入られてますね。はい、はい、この階級はご存知、田村涼子さんがこの秋のシドニーへ48キロ級代表としていくんですが、そのライバル、お座り長井も攻めていきます。おっと、福下がハラハラ打ちました。よく受けました。カオ、4分のうちの2分が過ぎました。残り2分を切っています。ここまで相手に注意がいって、長井が有効相当のポイント。残り時間が2分を切りました。ここまで有効相当のリードがある永井です。
田村さん、この階級で中国の選手というとどういう印象がありますかね。そうですね、今回またオリンピックに出てくる選手じゃない選手が今出場してますけれども、やはり中国柔道っていうのはすごいパワーもあるしスピードもあるし、そういった、ところで総合的な力がある国だと思いますから、そういう意味ではそうですね、オリンピックに行ってもやはりライバルのうちの一人になってくると思います。はい、まだ両者にその技のポイントがありません。残り時間が1分30秒切りました。さあ鈴木さん、この後永井はどのようなところに相手の隙を探していったらいいですかね。そうですね、相手が技をかけた後そのまま受け流しているので、その後しっかりと技を受けた後ですね、自分の技で仕掛けたいんですけれども、ちょっと受けっぱなしになってますので、少し永井選手の方が体力消耗してきて息上がってますね。はい、残り1分を今切りました。女子48キロ級の決勝戦です。背負い投げ、頭から落ちる、ポイントはありません。一瞬ヒヤッとしました。さあ逆に今度は永井が攻めていく、はい、ここを休まないで行った方がいいです。はい、田村さん、中国のカオですけども、はい、動き全体にどうですか。そうですね、背負い投げが得意としている選手みたいなので、そうですね、結構後半になって勝負に出てきていると思いますね。ポイント取られてますから、はい、ここまでリードはしている永井ですが残り30秒を切りました。小内刈り、はい、この後休まないで行った方がいいです。はい、効果を取った、はい、寝技でどんどん攻めた方がいいですね。残り時間は20秒になります。攻め続けている永井、寝技に入って、田村さん、寝技での永井選手はどうなんですか。そうですね、あともうちょっとのところなんですけどね、やはりそうですね、最後の決めっていうところで、今のところもちょっと惜しかったですね。はい、さあ10秒を切りました。6秒で止まりました。有効一つ分のリードになっている永井、金メダルまであと6秒です。潜り込んできた。そして今2秒1秒ブザーが鳴りました。苦しみながらも永井敦子、女子48キロ級堂々の金メダル。日本のこの48キロ級層の厚さを見せました。田村さん、先輩でありライバルである永井選手の金メダル、ね、そうですね、もう本当よかったですね。鈴木さん、この試合では持ち味が出たか出なかったかというとどうなんでしょうね。そうですね、きちっと組めませんでしたね。序盤長いのペースだったんですけれども、さっきも言いましたように技を受け流してしまった分だけ、はい、体力消耗してしまいまして、最後思い切って勝負に出る場面が作れませんでしたね。はい、しかしその中でのこの金メダル、価値の高いアジア選手権の金メダルになりました。長い、磯崎優子52キロ級決勝の相手は中国のチョンピチャンです。試合は4分間で行われます。まず先に攻めていった磯崎。さて田村涼子さん、はい、磯崎選手とは対戦もあるらしいですね。そうですね、磯崎選手がまだ48キロ級の頃に出場していた時に2度ほど対戦したことありますね、はい、どんな選手という印象がありますか。そうですね、やはり寝技が非常にうまい選手で、その立ち技から寝技につなぐコンビネーションが抜群だと思います、はい、鈴木さん、今日はそのあたり遺憾なく発揮してますね。そうですね、初戦から寝技できちっと取ってますので、はい、ここはまず背負っていった。そしてその後ここからです、はい、ここですね、はい、ここから粘っこく寝技に持っていく磯崎のうまさです。今日も1回戦は崩れ上手法固め、準決勝も寝技で勝ち上がってきました。あ、チャンスですね、はい、もう一度いきます。はい、このあたりの粘っこさがね、はい、そうですね、今上半身をまず決めて足が取れると抑え込みになりますけれども、はい、はい、決まりました。入りました。大きな拍手が起こりました。大阪市中央体育館、女子52キロ級磯崎優子、得意の寝技に持っていきました。
田村さん、この決まり具合どうご覧になりますか。はい、そうですね、試合開始から磯崎選手のペースで全く相手に柔道させなかったので、そういう強さというか、まあ、この寝技もがっちり決まってますの で、 そうですね、優勝間違いないですね。はい、その優勝へのカウントダウン、今ブザーが鳴りました。見事磯崎優子金メダル、得意の寝技で勝ち上がりました。そして決勝も見事に寝技に持ち込んでいきました。鈴木さんもここは本当に自分の持ち味を最大限に。そうですね、今日は一方的に磯崎さんの試合でしたね。はい、はい、1回戦からオール一本勝ちでの見事なアジア選手権の金メダル、磯崎。この試合に勝った瞬間にシドニーオリンピックをつかむことができます。日本女子57キロ級、草壁紀恵です。女子57キロ級の準決勝に登場。対戦相手は韓国のキム・ファスーです。2回戦から登場して優勢勝ちを収めて準決勝に登場した草壁紀恵です。この階級は日本女子で唯一オリンピックの代表枠を取っていなかったんですが、草壁がこの試合に勝てばオリンピック代表枠を取ると同時に本人がシドニーオリンピック出場となります。鈴木さん、楽しみですよね。はい、非常に落ち着いて試合をしていると思います。はい、初戦は優勢勝ち、得意の体落としをどんどん出していきました。初戦の動きは非常に良かったということで良かったんですか。はい、よく技も出ています。はい、はい、まあ、海外との選手との戦いは数多いんですが、まだ本人実績があまり残してないと。そうですね、日本の選手には強いんですけれども、外国の選手の偏見の柔道に少し対応しきれない部分がありましたので、はい、今まで少し実績がその分落ちると思いますけれども、精神的にはこういう勝てばオリンピックというここ一番というのはどうなんですか。そうですね、勝負度胸はあると思います。崩していきます。草壁、この階級はオリンピックの枠が取れていなかったことで上から下からなだれ込んでくる選手も多い中、まずこのアジア選手権への切符を掴んで、この試合に勝てばオリンピック一本決まりました。草壁紀恵、シドニーオリンピック代表を掴みました。鮮やかな一本勝ち。背負い落としですかね。はい、見事に女子57キロ級草壁紀恵、シドニーオリンピックの代表枠をつかんで秋のシドニーオリンピックへ駒を進めることができました。エレベータネット選手モンゴル、シドニーを睨んでの女子57キロ級の決勝戦、草壁紀恵の登場です。解説鈴木若葉さん、ゲストに庵野典子さんをお招きしてお送りします。鈴木さん、もう草壁はのびのびとやってもらっていいですよね。そうですね、はい、こういう時やっぱりその、まあ、今まで過去でおっといきなり住み返しか、オリンピックの枠を取らなかった階級がなかったということで、はい、本人かなりプレッシャーあったと思うんですけどもね。一階級だけでしたので、清水さん、はい、監督の吉村さんの方も非常にプレッシャーあったようで、過去に今まで階級取らなかったことがなかったんで本当にプレッシャーでした、ほっとしましたねと目尻を一瞬下げてね、非常に安心したような表情でした。そうですね、まあ、しかし安心してね、これから鈴木さん作っていって準備してね、はい、ここは一気に優勝して勢いをつけてシドニーに向かいたいところですけれども。そうですよね、はい、庵野さんが初めてアトランタでね、はい、枠を掴んだ時どんな風に掴んでどんな気持ちだったんですかね。アトランタの時ですか。はい、そうですね、前の年の世界選手権で、5位になってたので、はい、その枠はそのままこのアジア選手権まで行かなかったんですけど、はい、その時の気持ちっていうのは覚えていらっしゃいますか。そうですね、でもその世界選手権に優勝するためにその試合は臨んでたわけで、結果は5位っていう残念な結果だったんで、はい、
そういう枠っていうことはあんまり考えてなかったですね、はい、そうですか、はい、ここでモンゴルのエルテンドットに指導が与えられました。坂部が降下相当のリードになりました。得意技は体落としですが、鈴木さん、この組手で見て草壁の動き、はい、これまでどうでしょうかね。そうですね、自分の形になってますね、はいはい、もうエルテントット選手の方が全然技がかけれなくて、はい、いますけれども、残り試合時間が2分と少々になりました。女子57キロ級の決勝戦、草壁キエ選手がモンゴルのエルテントットと戦っていますが、ここまで効果一つのリードになりました。清水さん、はい、山口コーチの対戦相手の分析ですけれども、受けがですね、はい、強いんですけれども、ヨーロッパスタイルではなくてしっかり持って対戦してくる相手なんで、草壁選手にとってはやりやすいんではないかというお話でした、はい、安藤さん、そのヨーロッパスタイルというとやっぱりアジアとはかなり違ってくるんですかね。そうですね、でもやっぱりいろんな選手、まあ、それぞれなんですけど、はい、日本人の方選手の方がやりやすい人もいれば、うん、外人選手の柔道の組手の方がやりやすい選手もいますから、やっぱり人それぞれなんですよね。なるほどね、はい、安野さんはそういった点ではどこの地域のといいますかね、どんな相手が一番やりやすいですか。私はアジアよりヨーロッパの方が好きですね、はい、去年のバーミンガムでは見事金メダルを獲得した安野紀子さんをゲストにお招きしてお送りしています。おっと、今度は注意です。草壁のリードは有効相当になりました。もう鈴木さん、これは完全に草壁ペースで来ているということですね。そうですね、草壁のペースでずっと試合来てますけど、今反撃しに来てます、はい、草壁はこれさらにこう1本へ結びつけていくためには、そうですね、相手が焦って出てきますので、はい、それをきちっと見てしっかり持ってチャンス見て思い切って入れば投げるチャンス出てくると思いますけれども、はい、積極的に攻めて草壁がここまで有効相当のリードがあります。残り時間が1分を切りました。すでにオリンピックの枠は取りました。代表の座も掴んでいます。弾みをつけたいこのアジア選手権、チャンスですね、はい、というのはどのあたりで。草壁選手はですね、ええ、して左手の方ですね、はい、しっかりこう片手でギュッとこう押さえて、はい、そこからの技が強いんですね、はい、今一瞬片手に左手だけこう持った形になりましたので、はい、そこから技に入れれば投げるチャンスが出てきます。ここで両者に指導ということで、もうモンゴルのエルテントットには警告になりました。技あり相当のリードになりました。ここで守りに入らない方がいいですね。そうですね、はい、残り試合時間はもう10秒少々になりました。上から攻め続けます。時間がどんどん過ぎていく。大きなリードを保ったまま、今ここでブザーが鳴りました。草壁喜恵自ら掴んだ代表の枠、代表の座。さあシドニーへ大きな弾みになりました。夢が大きく膨らむアジア選手権の金メダル。大きく今息をしました。安野さん、この表情をご覧になってどうですか。そうですね、まずはほっとしてるんじゃないですかね、優勝できて、はい、優勝した瞬間というのはそういうもんなんですかね。そうですね、私の場合はほっとする方が多いですね、はい、しかしまあこのプレッシャーの中、唯一取っていない階級ということで、日本女子、今山口コーチの姿も映りましたが、まあ、1本で決まりはしませんでしたが、鈴木さん、はい、この決勝戦、そうですね、攻め続けての勝利ですので、はいはい、今度はシドニーに向けてはきちっと1本取れるような技を磨いて出場してもらいたいと思いますけれども、はい、ここまで前田が得意の背負い投げで攻めているんですが、まだポイントはありません。勝負です。背負っていった、いって有効。
ついにまずポイントを取りました。さらに抑え込みを狙っていきます前田、はい、早く上を決めたいところです、はい、あとは足が抜ければ。抜けました、抑え込み入った。得意の背負いで有効を取った後抑え込みに入っています。まだちょっと不十分ですね。抑え込みのしかし時計の方は進んでいますが、はい、あ、はい、決まり、きちんと決まりました。決まりました。すでに15秒20秒で技ありになります。そして25秒で1本です。女子63キロシドニーオリンピック代表の前田恵子、得意の背負いではなくて寝技で勝ち上がりました。3位決定戦に進出です。背負いでいって最後は寝技で決まりましたね。そうですね。この試合運びはどうだったでしょうかね。そうですね、ちょっとあの初め背負いにこだわりすぎてしまって、はい、相手がもう背負い投げ来るということで警戒してましたので、はい、もう相手が気持ちが切れてしまったところを寝技に持ち込んだという展開ですね。はい、はい、日本の前田恵子銅メダルを狙っての3位決定戦です。先に攻めるのは中国のスン・シャオパンです。さて鈴木若葉さん、はい、前田恵子ですが、はい、まあ、1回戦勢いよく勝ってその後 の敗者復活の試合では動きどうだったですかね。そうですね、動きは悪くはないんですけれども、先ほど の韓国のチュン選手にですね、はい、一本負けしてますので、それの敗戦 の気持ち切り替えて試合に臨めているかどうかがポイントになると思うんですけれども、はい、その後敗者復活では香港、の中国香港のチェン選手を倒しているんですが、はい、まあ、そのすでに枠は取って代表決まっているとは言ってもこの大会で最低銅は、ね、取っておきたいですよね。そうですね、今のこの中国の、選手と中国の選手ちょっと苦手にしているところありますので、きちんと勝ってオリンピックに臨みたいなとは思います。はい、このスン・シャオファン選手なんですが世界選手権にも出場している選手、はい、やっぱりこうオリンピックに向けてここで一つ、あっ、おっと、大外刈り有効、福島は技ありをさせてますね、はい、技ありに変わりました。そしてさらに抑え込み、まあ、背負い投げという中で今日はそれ以外の技もかなり使ってきてますよね、はい、そうですね、今、この大会で初めて違う技で投げましたね、はい、ガッチリ入ってます。ガッチリ決まってますか。世界選手権は金メダル、その後福岡ドイツとどうだったんですが、このアジア選手権で合わせ技一本銅メダルです。前田恵子シドニーオリンピックへ向けて弾みをつける銅のメダル。今日はその、まあ、一本負け以外はほぼ元気によく自分の柔道できましたか ね、はい、一本負け試合でもした試合でもですね、大外刈りをかけたりとか、違う技に果敢に挑戦していってましたので、はい、今後につながる試合になったと思います。非常に楽しみですね、はい、決勝の対戦は北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国のジ・キョスン、そして韓国のチュン・ソンスクです。アジア選手権63キロ級の決勝戦になりました。鈴木若葉さん、この韓国のチュンですけどもね、はい、前田を破った支え振り込みは見事だったですよね。そうですね、世界でも世界チャンピオンになったりと実績もありますので、はい、やっぱり勝負強いというかですね、試合の駆け引きが大変上手な選手ですね。アトランタの61キロ級の銅メダルをも取っているという韓国のチュン・ソンスク、そして赤い帯を締めている方が北朝鮮のジ・キョスンです。
決勝戦の舞台なんですが、安野さんはこういう決勝戦という舞台では、はい、自分の気持ちはどんなふうにコントロールするんですか？そうですね、私はいつも、決勝戦だっていう気持ちにならずに、はい、1回戦だという気持ちでいつもは臨んでますね。すべてが1回戦であるという。そうですね、決勝戦だと思ってやってると、こう気の緩みっていうか、のがこう今までの経験の中で日本強い、決まりました。一瞬の隙でした。お話としになりましたけどもね、見事でしたね今ね、はい、鈴木さん、この技の力強さ、キレいかがですか？そうですね、体の力の強い選手ですので、立ったまま綺麗に担ぎ上げましたね。そうでしたね、はい、アトランタの銅メダリスト、韓国のチュン・ソンスク、見事に一本勝ちで金メダルを取りました。女子63キロ級です。終始攻めてはいるんですが、鈴木さん、ポイントが取れてないですね。ちょっと背負い投げの前の技に集中してますので、一度後ろにかけると少し技がかけやすくなってくるんですけども、背負い投げの方にこう体を回してしまう技が多くなってますね、はい、得意技は体落としなんですが、はい、さあ張が攻める、もう一回、おお、外刈りに行くの返しました。で、後ろに行った方がいいですね、はい、はい、残り時間が15秒を切っています。まだ両者にポイントがありません。あ、勝負だ。途中で抑え込みにもうちょっとで入るというシーンもあったんですが、入った、抑え込みに入りました日本の上野。今残り試合時間はゼロになりましたが、しかし抑え込みに入っています。どうでしょう、決まり具合は？もうほぼきちっと決まってますので、はいはい、張選手がちょっと息切れてしまって、はい、動けませんね。ベテランの韓国のアトランタ金メダリスト、チョ・ミンソンを下に引いている上野。ここでブザーです。日本70キロシドニーオリンピック代表、上野雅恵、準決勝勝ち上がりました。抑え込み一本、決勝進出です。同じくアレクトルの審判、女子70キロ上野、決勝の相手はモンゴルのセレンカンドです。決勝戦の解説は引き続き全柔連女子ジュニア強化コーチの鈴木若葉さん、そして放送席にはゲストといたしまして、シドニーオリンピックの女子78キロ級代表が決まっています、世界の女王安野紀子さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。安野さんは放送デビューということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まず鈴木さん、はい、もうここまで来たらこれ金メダルを取ってね、はい、弾みつけたいですよね。そうですね。決勝というところですが、動きにその硬さなどは感じられますか？そうですね、ちょっと柔道着が手についてないですね、まだ はい、しっかり握れてない状態です。そうですか、はい、それは気持ち的な部分からくるんですか？ちょっと思ったより相手が背が高くてしっかりしてるんでしょうね、はい、相手はモンゴルのチェレンカンド。清水さん、はい、吉村監督に試合前にお話伺ったんですが、はい、マークしていた中国のリャン選手、そしてアトランタの金メダリスト、韓国のチョ・ミンソン選手に勝ったのはですね、非常に大きな収穫だと、特に前に前に出て上野選手らしいプレッシャーをかけながらの試合が良かったなという話でした。はい、赤江玉アナウンサーから伝えてもらいましたが、今日は上野が初戦1回戦はその中国のリャンに終盤の横四方、そして準決勝は縦四方固め、いずれも寝技で勝ち上がってきています。まあ、鈴木さん、この上野の場合は選抜の体重別で優勝は逃したんですが、はい、有効ですね、取られましたね、その優勝は逃したんですが、ここに選ばれてオリンピックということで、こういう大会で一つ実力を見せておくというのがね。そうですね、きちっと勝ちたいところなんですが、先にポイント取られました。はい、安野さんはモンゴルの選手というと何かイメージありますか？そうですね、力強いっていうイメージはありますね、体格的にも上野を上回っているチェレンカンドです。動きが止まってますね、はいはい、ここから少し動いて足を使いたいんですけれども、4分間のうち試合が始まって1分30秒が過ぎましたが、有効を取られている上野です。
女子70キロ級の決勝戦に日本の上野雅恵が登場しています。対するはゴモンゴルのセレンカンド。1回戦中国のリャンに横四方固め、準決勝は韓国のチョミンソン、アトランタの金メダリストに縦四方固め、いずれも寝技で勝ち上がっている上野雅恵です。清水さん、はい、上野選手ですが去年から体調が悪くてちょっと小さな柔道になりかけていたそうなんですね。で課題点をですね、今調子が良くなってきているんですけれども、はい、課題点をあえて挙げるとすれば背負い投げなど投げ切るところまでいけるように技のキレを磨くこと、投げを力だけで投げようとせずにスピードと上体の使い方だなというお話でした。はい、鈴木若葉さん、そういう話本人からあったようですけどね。はい、そうですね、ちょっと今日はあの後ろの技が出てないですね。大内刈り得意技なんですけれども、はい、体落としは出てますけれども、大内刈りのような後ろに大きく刺す技が出てないので、ちょっと片方の方向になっていると。はい、そうですね、激しく組み合っています。モンゴルのセレンカンドに指導が与えられています。ここまでは上野はリードされています。有効一つを取られています。オリンピックの音、内刈りですね、今のところですね。はい、はい、その片方の方向だけでなくて反対側にもということですね。はい、さあさらに寝技に行く。今日は1回戦も準決勝も寝技で勝っている上野です。しかしこれはモンゴルのセレンカンド。残り時間は1分を切りました。上野現在リードされています。見事に決まりました。はい、うまいですか。そうですね、相手が無理に技を仕掛けた ところをですね、よく見てましたね。はい、はい、見事な上野雅恵の金メダルです。安野さん、いかがでした。いやー、すごかったですね。ちょっと鳥肌立ちました。はい、はい、この決勝の舞台、相手の出てくるところうまく返して、上野雅恵シドニーに大きな弾みになるアジア選手権の金メダルです。上野さん、金メダルおめでとうございます。ありがとうございます。ことごとくマークされていたライバルの選手に当たったんですが、はい、もう前日から分かってたので本当に研究をちゃんと考えて試合に臨みました。納得いく内容だったんじゃないですか。なんか決勝もよく分かんないまま勝っちゃったんですけど、もうまだまだこれからやり直しです。はい、シドニー世界のトップと4ヶ月でまた対戦することになりますが、はい、もう今度は完璧に体も心も技も鍛えて臨みたいと思います。わかりました、頑張ってください。おめでとうございます。銅メダルを狙って新谷みどりの3位決定戦です。新谷の3位決定戦の相手はトルクメニスタンのサラエバ・ナシーハです。サラエバの方は世界選手権の銀メダリスト韓国のチェに敗れてここへ来ています。日本の新谷、1回戦は不戦勝でした。そして最初の試合となった準決勝で中国のスフミに敗れた。その後内股一本です。新谷みどり、準決勝の悔しさを晴らすような。鈴木さん、はい、今のこのスピード。そうですね、新谷選手の内股は珍しいですね。珍しいですか。はい、はい、小柄な選手でしたので、思い切って踏み込んで跳ね上げました。はい、はい、今度はもうスタミナも関係なしですね。そうですね、はい、新谷見事な内股一本勝ちで銅メダル獲得です。女子無差別級の決勝戦には中国からスン・フミン、韓国からチェ・スクレです。
日本のホープ新谷を破ったのが中国の孫富民、この赤い帯を締めている選手です。一方の韓国のチェは世界選手権の銅メダリスト、強豪同士の決勝となりました。支え釣り込み組に行きました。この対戦は鈴木さん、やはり銅メダリストチェ、しかしはスンフミンも強敵ですね。はい、フミ選手抑え込みましたけども、入りましたね。はい、フミ選手体の力が大変強い選手ですね。今も力で強引に返して抑え込みましたけれども、はい、田村選手はかなりもう階級がね、はい、対照的な階級ですけどもね。そうですね、こう見てるとなんかこうパワーっていうか迫力を感じますね。そうですね、このスン選手は世界チャンピオンですからね、はい、すごい実績もあったところから今日の勝利につながったと思います。はい、その実績通りに中国のスンフミンが金メダル、女子無差別級を制しました。実力を遺憾なく発揮しました。銅メダリスト世界選手権のチェだったんですが、この後も力、そのパワーを、自慢のパワーを遺憾なく使いました。中国の孫富民、無差別級の金メダルです。女子無差別級の準決勝です。日本の新谷みどり、ここまで出足払いで効果を取ってリードしています。試合時間は4分で行われるんですが、残り2分を切りました。新谷は鈴木さん、はい、この階級のエース二宮にも勝ってますし、はい、今年のオリンピック代表の山下にも勝ったことがあるんですよね。そうですね、大変勝負強い選手ですけれども、はい、まだちょっと試合経験が少ない分だけですね、19歳、はいはい、まだこれからの選手ですので。そうですね、はい、ここまでリードは奪ってはいるんですが、はい、全体の流れでいくと今スンフミンと新谷と、はい、どちらが攻めてますか。そうです、フミ選手の方が攻めて、あっと効果を取られました。はい、それでポイントタイ、効果取り消します。有効ですか。はい、有効になりましたね。はい、勝てば決勝という新谷です。得意技は小外刈り、そして足技、組み手は右なんですが反対で組むこともあるらしいですね。はい、そうですね、相手に対して喧嘩打つという形なんですけれども、相手が左の場合は右と、右の場合は左というふうに、向かい合わないような形で組むことが多いですね。はい、しかしここはちょっと中国の強敵孫富民の前にちょっと息も上がってきましたかね。孫選手ちょっと組まさないようにうまくさばいてます。残り時間が30秒切っています。20秒今切りました。有効のポイントを取られて、先に取ったのは新谷だったんですが、現在劣勢です。さあ残り18秒、逆転のためにはどうしましょう。ですね、前に出て先に柔道着を持ってですね、はい、得意の足払いをですね使ってほしいんですけれども、はい、4年後のオリンピックにはぜひ出場したいと話す新谷ですが、と待てです。残り10秒です。先に出て、しかしその辺もフミンが分かってて、そうですね、うまくさばいてますね。中国のフミンに指導が与えられました。はい、今のはそうですね、襟を持たせないようにガードしていたということで、はいはい、しかし有効のポイントを取られている新谷、ちょっと息も上がりながら、ここで時間となってしまいました。惜しかった新谷、最後の方はもうかなり息も上がってましたかね。そうですね、初め序盤にポイントを取った後ですね、攻め込まれまして、はい、やっぱり体力差なんですけれども、息が上がってしまったところで、有効取られましたね。はい、新谷は3位決定戦に回ります。日本の男子60キロはシドニー代表の野村忠宏を追いかける強い選手がひしめき合っています。この江草辰明もその一人、得意技背負い投げ、組み手は右。23歳の江草辰明が2000年アジア柔道選手権大会決勝戦に臨んでまいりました。相手はキルギスタンのスマルゴフです。気合の入った表情で今戦いの畳の中に入ってまいります。アルファルファン審判、
同じくチェ審判員。男子60キロエグサ達明決勝戦、キルギスタンのスマルゴフが相手です。動きの速いこの軽いクラス60キロ、エグサは順調に勝ち上がってきました。しかし準決勝相手に一旦はリードを許しましたが、すべて一本勝ち。準決勝の巴投げ、上村さん見事な技でしたね。そうですね、まあ、思い切りをかけますからね。あっと技をかけに行って滑って相手の上に乗っかってしまいました。そしてひっくり返しに来る。これね、技をね中途半端にかけたりね、途中で力を抜いたりすると今みたいな技を組んですね、最後までかけ切るっていうことが大切です。はい、クッさん、はい、先ほど準決勝の話がありましたけれども、山下監督はその準決勝で日本人とやはりタイプの違う柔道ということで戸惑っていたなと、はい、これがこれからの課題になるんじゃないかという話をしています。藤崎アナウンサーが伝えてくれました。この立ち上がり、試合への入り方、野村さんどうですか。足もよく、大丈夫か。今のは巴投げをかけようとした、かけようとして、はい、ただね、あそこで足でも取られちゃいますとね、逆にポイントになりますからね、右足でもちょっと引っかかってたりすると、やはり試合の入り方、はい、野村さんこうプランというか、はい、大体のおおよそですけど、はい、組み立てていくんでしょう。そうですね、最初は足を使って、はい、まあ、様子を見るっていうか相手の出方を伺う場合もあるんですけども、なるべくその最初から攻めるようにしてます、はい、あゲストにはシドニーへの代表野村忠宏さん、そして解説は上村春樹さんです。足払いに行きました。エグサ低い位置から相手が押し込んでくるが、なんとか耐えました。ヒヤヒヤっとする場面が、上村さん今のも、ね、背負い投げをかけてね、不用意に立ち上がるところをね、はい、返しに来るんですね、体落としをかけてしまうんですね、はいはい、そのままもうひねり潰そうとしますからね、かけ切らないとダメです、はい、60キロ決勝戦、エグサ達明ちょっとヒヤッとする場面もありますが、残り試合時間は3分30秒、記憶作らなきゃいけないです。本当にこのクラスは動きが早いんで、野村さん、はい、ポイント取る取らない紙一重ですね。そうですね、一瞬の油断が本当に命取りになると思います。大変な修羅場に野村さん長らくいますね、はい、野村の場合はね、間合いを取るのがうまいんですよ、はい、相手に接近するときは技をかけてもかき切るときなんですよ、はい、だそれをやらないとね、やっぱり今みたいに返し技を食ってしまうんですね。なるほど、細川コーチからも声が飛んでいます。お互いに釣り手は取って、さあ引き手、さあいいとこ持ったから行かなきゃいけないですね。ところを取りました。おっ、小内蹴り行こう。今のはね、体落としをかけるぞかけるぞって振りをしてる大違いなんですね。布石があったわけです ね、もうちょっと頭脳的なプレーです。これまでの動きの中でそのプランは立ったんでしょうか。そうですね、もう体落としは返しに行くの分かってますからね、はい、男子60キロ決勝戦、残り試合時間は3分を切りました。エグサが、上村さんおっしゃいます体落としの布石から小内刈りで有効を取ってリードを奪っています。キルギスタンのスマルゴフ、相手の動きも速い、そして中途半端に技をかけに行くと押し返してくるという強さを持っています。トモエ、このトモエ投げが準決勝でも炸裂しました。野村さん、はい、結構口の方もエグサ選手ね、他社でね、はい、そうですね、取材をしてましても、まあ、冗談半分かわからないんですけど、はい、エグサスペシャルも出したいんですというふうにね、真顔で言ってくれたんですよ、はい、出てるんですかね、その技は。いや、自分もそのエグサスペシャルが何かわからないんですけど、勝ってからホッとしたところで何の技だったか聞いてもいいですよね。そうですね、しかし有効を取って小内刈り見事に決まっています。ちょっとなんかヒヤッとする場面があったんですが、押し返してきましたか、上村さん。そうですね、相手を、ね、よく見てね、はい、相手をよく動かしてかけなきゃいけないですね、はい、相手が万全な体勢で受けさせますと、はい、返し技が来ますからね、はい、肩車に小刻みに来る、お外も来た、さあ背負いだ、得意の背負い、しかし背中の、うわー、一本、副審が一人技ありをしました。
スが一本勝ち。エグサ達明アジア選手権の60キロ金メダルを取りました。見事に決まりました。今のはね、相手が立ち上がってきたところを、ね、すかさず大外なんですね、はい、連絡してたからですね、はい、まだ有効なんです。普通寝技に行って立ち上がった技っていうのはダメなんですね、はい、でも非常に今のは早かったですね。巴投げいよいよチキ倒しもあります。そして多彩な技を繰り出しまして男子60キロ見事な大外刈りで一本勝ち。このシーンです。昨日4つそして今日3つ目の金メダルを日本勢挙げました。ここで大外に入っています。エグサ達明金メダルをアジア選手権でものにしました。男子66キロ中村幸政決勝の相手は韓国のキムヒョンジュ。世界選手権敗退。ここ2、3年は本当にスランプに苦しんだという中村幸政、体重別でも肘を痛めました。さあ上村さん、注目のこの畳ですよね。そうですね、もう本当にね、力はある選手ですからね、はい、もう自信を持ってやってほしいですね、まあ、長らくやっていますと野村さん、スランプっていうのはやっぱり柔道訪れるんですか。そうですね、やっぱり気持ちの、まあ、技術的なものもあると思うし、はい、やっぱ気持ち的なものもやっぱりあると思うんで、はい、毎日毎日、あ、ちょっと頭打ったんでしょうか、大丈夫でしょうか、顔面、おでこのあたりを押さえていますが、長らくやっているとこう錆びついてきたりする感性、それをリフレッシュすることも大事なんですか。そうですね、やっぱりけど、それにあの若さっていうか、その、はい、力、パワーも落ちてくる時もあるし、はいはい、27歳のベテラン中村、試合開始まだ間が立っておりませんが、ポイント両者にはありませんが、激しい動き、奥襟を取っています。コーチを飛ばしました。もう出場権は確保いたしました。そしてこのアジア柔道選手権で金メダルを取ってシドニーへ羽ばたきたい中村幸政。昨日は健三が金メダルを取っています。ちょっと上村さん、準決勝の時は若干引いている感じがあるというふうにおっしゃいましたが、どうですか決勝は。もう少しね、積極的にいっていいと思いますよ、はい、少し様子見すぎてますね、はい、ただ、はい、相手エリアでやってますから、指導がお互いに与えられました。長兄の吉尾、そして弟の健三が見つめています。中村三兄弟の真ん中、性格的には上村さん、3人の中ではこの幸政さんはどんな感じなんですか。一番天才肌の選手ですよ。そうですか、あの技もいいしですね、運動、はい、能力も高いし、はい、ただ7年間ね、日本のトップをやってますからね、少し燃えきれない部分が出てきてますね、はい、今の組手をやるんです。よかったですね幸政、あの時にね、もう先に行ったらいいんですけどね、ただ相手は知ってますからね、すぐ四つん這いになって逃げますからね、リズム感を作って奥襟を取っていい形を作ったんですが、中村幸政、試合時間2分が経ちました。残り3分背負ってくる。野村さん、はい、あの相手とこう組んだ時に、はい、俺より上だな下だなっていうのがこう瞬時になんとなく嗅覚で感じ取る部分あるんですか。相手の実力ですか、そうですね、組んだ瞬間に大体分かりますね、はいはい、今日のこの韓国のキムはどういうふうに感じてるでしょうかね。やっぱり自力は中村先輩の方が上だとは思います、うん、はいはい、ただ、まあ、韓国の選手というのは組手がなかなか厳しくて、あの自分の思ったように組ませてもらえないんで、はい、あのやっぱりしっかり組むことが大事ですね、はい、外背負ってくる、背負ってくる、そうですね、上村さん、あのロシア崩壊からいろんな強豪中央アジアから来てますが、究極のアジアでのライバルは日本韓国ですもんね。そうですね、もう本当昔のね、はい、あのアジア選手権だったらもう日本と韓国が必ず決勝で当たったんですね、はい、中村兄弟ともにこのアジア柔道選手権までシドニーの出場枠を持っていませんでした。昨日は弟健三が金メダル、もちろん出場枠を確保しました。この幸政、出場枠を確保いたしまして金メダルに挑んでいますが、両者まだポイントの差はありません。残り試合時間がまもなく2分になろうとしています。
実力的には中村幸政の方が上だろうという話ですが、まだ効果以上の差ついておりません。韓国のキムヒョンジュも足を飛ばしてきますが待てが入りました。あ、ここで韓国の選手の方にもう一度行きまして有効走と取ったことになります。指導から注意に変わりました。ここで差がつきました。残り2分を切って左から背負います。やはり戦闘意欲の差ですよね。そうですね、ただ攻めないといけないですね、はい、もう今度破れかぶれできますからね、これで気持ち的には野村さんだいぶ変わってくるわけですね、お互い。そうですね、ただ中村先輩の場合も、はい、リードはしてますけど、やっぱここでちょっと守りの気持ちになったら、はい、すぐに反則がまた来るんで、はい、やっぱ攻めることが大事だと思います、この差はもうあるとは思っちゃいけないんですね。そうですね、もう反則っていうのは怖いんです、はい、もうあの効果をいくつ取っても有効になりませんけど、指導は次来たら注意になりますからね。そうですね、左から背負う、待てが入りました。でもやはり力は上だと信じていてもなかなかね、決勝に入るとね、やっぱし安全圏で勝ちたいと思うんですね。そうですね、やっぱどうしても冒険したくないっていうのは分かるんですが、ただ勝負をしなきゃいけないですね、足を取りに来る。クスさん、はい、山下監督はこの中村幸政選手について準決勝でいい形で勝つことができたんで、はい、尻上がりに調子が上がってるんじゃないかと、そんな話をしてくれましたね、はい、中村幸政、内股大内、多彩な技を持っています。中村幸政が決勝に勝ち上がってきています。すべて一本で勝ち上がってまいりましたが、決勝戦はポイントなし、左からの背負い、残り43秒、山下ヘッドコーチです。そして細川コーチの目つきが厳しくなりました。有効分、韓国のキム・ヒュンジュの方は指導が与えられまして、指導から注意に変わりました。ですからプラス面でのポイントはまだ取ってないわけですよね。そうですね、ただね、はい、これで今からが勝負になってきますからね、はい、このもうラスト1分切った段階でまた取り返されると厳しいですよ、はい、行かなきゃいけないですね。残り40秒、くるっとまた小外がかかったか、効果振り回しました。今のはね、大内狩りをかけてきたところを返してるんですね、はい、なるほど、大内に来たところを返しています。効果を上積み、さあそして残り20秒を切りますので、この辺もまた試合運びにもなりますよね。そうですね、もうね、あの、はい、少し時間を1本は取れませんからね、はい、もう計算した方がいいですね、はい、さあカウントダウンずっと進んでいきますが、ここで待て、大内狩りに来たところを形上は小外返しました。中村幸政ポイントを取っています。いいタイミングでしたか野村さん。そうですね、あの技の決まりは浅かったんですけど、はい、最後まで相手を、はい、あの畳に押し付けるように、あの決めていったんで、はい、よかったと思います。あの準決勝の小内もそうでしたよね、タイミング良かったですよ ね、 すね、今ブザーです。中村幸政今日最終日井の一番に金メダルを取りました。2000年アジア柔道選手権、今日は男子は3階級決勝に進んでおりますが、日本この最終日で5つ目の金メダルということになりました。そしてアトランタ銀のあの悔しさ、あそこからスタートしてスランプにも陥りましたが、中村幸政、中村兄弟揃って金メダルでシドニーへ向かいます。見事な金メダルでした、おめでとうございます。ありがとうございます。今日金メダル取って、そして大きな切符も手にしましたね。そうですね、初めの 1,2 回戦はやっぱりその枠のことでどうしても体が硬くなってて自分でも分かったんですけど、まあ試合重なるにつれて伸び伸びできてきたようななんか気がして、少しずつ良くなっていったと思います。残り試合時間がまもなく1分少々となります。有効一つリード、中村健三、中村三兄弟、幸政もいます。しかし、あーっと膝車か、今のはね、支え釣り込み足だったんですね、抑え込みに入りました。支え釣り込み足でリズムを作って、そして抑え込み縦四方、
背負もね、はい、へばってしまったんですね。なるほど。やっぱり健三はね非常に強力な力ありますからね、もうこれでこの世界選手権での屈辱、そこから上村さんのお話、練習を積んでまいりました。スタミナ十分、まもなく20秒、出足払いで1本、そして寝技で1本、そして3戦目準決勝も一本勝ち、やりました。中村健三決勝進出、男子73キロ級この時点でシドニーオリンピックの出場枠を獲得いたしました。有効中盤に取りましたが、結構心配な苦しい戦いではありましたけどね。やっぱなかなかね、そう簡単にはね、勝たせてくれないですよ、はい、もう本当アジアのレベルっていうのもね、やっぱり優勝に絡んでくる選手たちっていうのがたくさん出てきてますからね、まあ、しかしこれで滝本、中村健三と、まあ、一安心ですよね。そうですね、もうあの健三もホッとしてるということでしょう、はい、決勝は行くと思います、はい、実力は十分、織込み済みの中村健三が決勝進出を決めました。そのシーンです。支え釣り込み、それから早かったですね、はい、もうあの首をねきちんと決めてるんですね、もうこれから一回これから回しますよ、はい、これでいってもうここですね、はい、もうこれで完全に相手の首を固めてそのまま抑え込んでしまいました。中村健三、男子73キロ、オール一本で決勝進出を決めました。アトランタのゴールドメダリストが世界選手権で3回戦敗退、その屈辱から帰ってきました。2000年アジア柔道選手権大会73キロ級決勝戦に中村健三、そして文句なくシドニーへの出場枠も取っております。中村健三の相手はカザフスタンの選手です。さあ上村さん、期待通り上がってきてくれました。そうですね、まあ、力的にはね、はい、今世界でも本当金メダル取ってもおかしくない力ずっと維持してますからね、はい、ただ、まあ、前回少しね、はい、やっぱこの減量っていうのが非常にやっぱしこのネックになってきてまして、はい、この減量さえね、うまくこなせてたら、はい、あの必ず金メダル取れる選手だと思います、はい、軽く腰を揺らせながら、そして屈伸運動、気合の乗った表情で中村健三が道場に上がってまいりました。中村健三、73キロ決勝戦の相手はシャハロフです。さあ上村さん、どの辺がポイントになりましょうか。やっぱしこれもね、組手がきちんと奥襟を持って頭を下げされたら、はい、あのそんな危険はないと思います、はい、ただ相手もね、少し変形柔道ですからね、はい、あの足を取られたり、はい、今みたいな墨返しにね、注意した方がいいですね、はい、本当に変形のロシア崩壊からカザフスタン、実力者がこのアジア選手権にも続々登場しております。すくい上げてくるぞ、待てるのがいいですね、これは中央での力比べのようになりました。篠原さん、はい、中村健三さん努力家らしいですね。はい、そうですね、人一倍努力しますね、そうですか。これまた持ち上げ合いで待てです。あれからね、はい、普通だったらあのすくい投げいけるんですが、はい、このシャハロフがね、それを狙ってるんです。あれ以上来たら今度は逆に持ち上げていくんですね、はい、かいく有効先制しました。序盤戦中村健三すくい投げで有効、有効を取りました。減量には非常に苦しみました中村健三です。中央畳の一回ね、すくい投げに行ってこれでね持ち上げたんですが、はい、これからね、逆に返していくんです。足を上げてね、方向が違う、方向変えるんです。中村健三が有効を取っています。そしてさあこれで十字来ました、十字来ました、入りました。で必死に十字固めに入りました。ものの見事なタイミング。ただねこれね、あの今手を曲げられてしまったんです。力がありますよ、あれから逃げるんですからね。ただね今三角で締めてますから、はい、もう一度もう一度トライ、抑えた方がいいですね、抑えます。今度は抑え込みに移行しました。これは首を締まって上で抑えられてますからね、はい、ただねこれは逃げられますね。力ありますね。上村さんもおっしゃってますが、篠原さんも感じますか、はい、カザフの選手の腕力、はい、普通だったらもう日本 もうあれだとね、十字固め取られてしまうんですね、ただあれから逃げる力っていうのはすごいですよ、ただ健三もね、もうあのポイント取ってるからって油断してはいけませんよ、
もうこういうところも確実にもう防げなきゃ、リスクを負うような技は行ったらダメなんですね。もうきちんと組んで相手の頭を下げさせることを考えた方がいいですね、はい、外に行きます。引き手が持てないんですよね、はい、持ちましたよ。今度は行きますよ、はい、残り試合時間は3分を切りました。決勝戦73キロ、中村健三がシドニーの出場権を取りまして、さらにここの金メダルで内股に来ますが受けました。有効を既に取っています。すくい投げ、相手をひっくり返そうという中村健三、入りませんね。さあ腕を作って、それから抑え込みに入った、入りました。腕ひしぎ抑え込み、そしてまた終盤以降抑え込みに入りました、うん、これで決まりましたね。崩れ上四方、決まりましたか。もう大丈夫ですか。がっきり抑えました、はい、このアジア柔道選手権大会であと数秒で世界選手権3回戦の敗退から余裕しゃくしゃくでこのメダルを取ってシドニーへ弾みをつけたい中村健三、今ブザー一本勝ち、文句なし、73キロを制しました金メダル中村健三。篠田さん、一言いかがですか。やっぱり寝技の強さはもう抜群ですね。そうですか、はい、権利も獲得して本当に上村さん、ほっとしましたね。ほっとしましたね。本人はね、やっぱし、もう去年の世界選手権の段階で代表権取っとけなきゃいけなかったんですからね、それもこれ優勝して取ったということで本人今一番ほっとしてるでしょう。そうね、本当にこの大会が始まるまでは一番ナーバスな表情を作っていました中村健三。今左手が中村健三の方に上がりました。アジア柔道選手権73キロ中村健三が制しました。中村健三選手です。見事な金メダルおめでとうございます。ありがとうございます。気分よくこれでシドニーへ行けそうですね。そうですね、やっぱりずっとこの大会を頭に置いてずっとやってきたんで、とにかく代表の枠を取ることが一番優先だったんですけど、まあ、決勝まで来て、すっきり、オリンピックにつなぐためにも優勝したいと思ってたんで、すっきりこれでシドニーに行けます。去年の世界選手権のこともありますが、いろいろ今日の大会に向けてプレッシャーなんてのもあったんじゃないですか。そうですね、やっぱりこんなに緊張した試合も本当今までなかったんで、本当に嬉しいです、はい、減量もきつかったそうですが。そうですね、やっぱり減量があって大変だったんですけど、そうですね、次のシドニーに目指して頑張っていきたいと思います。アトランタでは金でした。さあシドニーでは。そうですね、やっぱり一番高いところで君が代を聞いてみたいと思ってるんで、まあ、とにかく、残された日々をとにかく一生懸命やって満足のいく結果を出したいと思います。今日の優勝おめでとうございました。ありがとうございました。全柔連強化部長の上村春樹さんの話で進めています。男子81キロの3位決定戦にリバチャージから上がってきました滝本誠。いわゆるちょっと当たり外れが大きい部分はこの滝本のいいところであり悪いところであるんですか。そうですね、まあ、力はね、本当に攻撃力からすると金メダルを取る力も十分持ってます、はい、そうですか。ただね、不用意に技を受けてしまって、はい、思わぬところで、ね、転ぶことがあるんですね、はい、それがちょっと怖いですね、2回戦もトリッキーなシャリカニに苦い思いをしました。しかし3位決定戦に登場いたしましてシドニーの出場資格は得ました。このアジア選手権最後の戦い3位決定戦で優秀の美を飾りたいところ内股同意が脱げました。チャイニーズ台北のチェン今ねちょっと一本勝ちだけを狙いすぎてるんですね、はい、あ、なるほど。もう少しね足技で崩して、はいはい、それから行けばもう確実に一本取れるんですけどね、はい、よく柔道は言われますよね、すぐに結果を求めに行かずに崩してから。そうですね、もう特にね、はい、ある程度の選手たちですから、はい、連絡技で崩してっていうのがいいですね、はい、ただしまあ表情はそれほど試合中は変えないんですが余裕は持っての試合運びのように見えます。すでに相手に指導が与えられてもう一回副審の方から指導警告注意になりますね、指導注意と、これも確実ですね、注意が与えられました。2度目です。これで有効相当リード。
相手の戦闘意欲がありませんで指導注意と大内刈り、技あり、技ありです。体を回しながらいきましたね。そうですね、まあ、どちらかいうと大内刈り気味に勝ってますね、はい、技ありを上積みしまして相手に戦闘意欲が湧いておりませんので指導注意といきました。一方的な試合運びです。滝本誠、まあ、この3位決定銅メダルではね、まあ、不本意だとは思うんですけど、本当はね、やっぱしこの金メダルを取って、はい、オリンピックにね弾みをつけたいところなんですが、まあ、ちょっとねその、サリガニの変則柔道に足を取られてしまいましたが、まあ、そういうところをねやっぱし勉強したこともね、うん、今回いい経験になると思いますよ、はい、なるほど。全日本体重別では2連覇を果たしました。このクラスも日本国内でも強敵が多いんですが、上村さんのお話では彼がいい時にはまると金メダルの可能性があるんだと、その部分にね全柔連の方もかけている部分あるんでしょうね。まあ、今年のね、はい、ドイツ国際も優勝してますから ね、さあ行きますよ。一本、今のはポスト狩りです。ポスト狩りですか、はい、綺麗に背中から落としました。あのこの足でね一回追い込んで、はい、これからもう一回倒すね、これでコスト狩りです。外で勝っています滝本、文句なしの一本勝ちでアジア柔道選手権大会81キロ銅メダルを獲得。男子の81キロの決勝戦を迎えました。カザフスタンのセイルハノフ、そしてイランのシャリカニカゼムです。このイランのシャリカニに日本の滝本誠が敗れてしまいました。滝本誠はしかしそこから奮起しまして、ブロンズメダルを獲得、シドニーオリンピックの日本の出場権を獲得して自分自身で乗り込んでまいります。右側からイランのシャリカニ、そして左側からカザフスタンのセイルハノフ、81キロの決勝戦です。シャリカニは日本の滝本を破りました。アジア選手権では2位に入っている実力者。すくい投げ一本、まだ上村さんと篠原さんに一言も伺ってない間に一本、試合開始からあっけなく上村さん行きましたね、もう今のはね、はい、もう相四つでね帯を持たれて、これからのすくい投げですからね、逆に相手がそれをかけようとしたんですけどね、はい。まあ、ただ篠原さん、あのシャリカニは滝本を破った相手ですから、はいね、あのシャリカニが金メダルを取ってくれて滝本も若干浮かばれると、見事なすくい投げでシャリカニこの81キロ金メダルをゲットしました。男子90キロの3位決定戦に臨んでまいりました飛塚雅俊、画面の左側、相手はカザフスタンのシャキモフです。中央アジア勢、ロシア崩壊から非常にこう勢力を伸ばしてまいりました内股に入ろうというシャキモフ、飛びつかもこそっとから裏投げ気味ですか。そうですね、裏投げに持っていこうとしてるんですが、はい、まあ、旧ソ連圏の選手たちの相技に非常に強いんですね、まあ、日本も上村さんがご指導されている分ではもっとこう機会を与えて慣れさせようという試みもあるんですか。そうですね、まあ、あのロシアで合宿やったり、ね、ヨーロッパで合宿やって、ああいうですねちょっと、まあ、変形柔道というんですけど、それに、ね、慣れてもらおうと、うん、慣れさせないとね、やっぱなかなか、あの試合に行った時にやっぱ付け焼きじゃできませんから ね、日本が目指している柔道とはちょっと違った種目から入って柔道にこう臨んできています。このシャキモフは韓国のユン・ドンシクに準決勝で敗れまして飛塚との3位決定戦に臨んでいます。このクラス日本はシドニーは吉田秀彦、その次にゴッドール投げ効果、効果です。コスト気味に入っていきまして、コスト気味でですね、はい、もうあの本当持ち上げて返すんですよね、はい、日本の中にあっては飛塚はちょっとこう急ロシア系というか、そうですね、まあ、あのどちらかいうとそういう返し技とかちょっと強引さの目立つ選手ですよね、でも吉田、これ見てもらうと分かるように相手も本当抱きかかえて返すんですね、効果ポイントを取りました。序盤の飛びつかリードを奪っております。3位決定戦90キロ、吉田秀彦の次に指名を受けて非常に名誉であるということを言っていました飛びつか、自分自身はドイツでの世界選手権の代表を狙っています。
99年の全日本学生選手権優勝、体重別では2位。この時に決勝で吉田に善戦しましたが大外落としで敗れています。抱え合いの様相を呈してきているぞ。なんか見ている方まで力が入ってきます。そうですね、もうやっぱりこの接近戦っていうのをやっちゃいけないんですね。あ、なるほど。やっぱりきちんと組んで間合いを取りながらいかないと、はい、やっぱりパワーではどうしても日本人は劣りますからね、はい。お話はモントリオール無差別ゴールドメダリストの上村春樹さんです。効果相当リード、効果を取ってリードを奪っています。飛びつか、ただまだ時間ありますか。ありますね。内股にいって大外刈りです。大外刈りですか。一本ですね。一本を取りました。飛びつか3位を確保しました。男子90キロ。今のはですね、これ持ってオーストラリアです。返そうとしてるんですね相手は、はい、しかし返しきれなくてよく深く入ってましたね、その後よく辛抱しましたね。そうですね、よく強引に最後まで決めました、大外刈りで飛びつか正俊男子90キロブロンズメダルをゲットしております。男子90キロ飛びつか正俊です。戦いではムロドフに敗れましてリパチャージの方に回りました。この戦いがリパチャージファイナル3位決定戦進出がかかっています。吉田秀彦の次にこのクラス選ばれました。試合が始まりました。男子90キロ飛びつか正俊、ムロドフに敗れまして敗者復活戦この決勝に進んでいます。上村さん、この相手はね軽く言ってもらいたいですね。そうですね、まあ、あと引き込み返し小外、今のはですね、突き倒しから肩車的にですね、はい、入るんですね、有効になりましたね。有効を取られました、軽々と言ってもらいたいという希望を持っていたんですが相手に先にポイントを取られました。インドネシアのクリスナ、クリスナは中国のシ・チミンに敗れて敗者復活戦に回ってきています。一本先行を許しましたが今の技はどうでしたか。切れ味、まあ、思い切ってね、オーストラリアに行ったんです、これが彼の持ち味なんですけどね、まあ、こういう風な攻め方をすると一発で入れるんですね、はい、大外に行ってそのまま今度は左足も飛ばしながら、コストが気に入れとってますね、はい、見事な一本勝ちで飛びつか正俊3位決定戦進出を決めております。アジア柔道選手権男子81キロリパチャージファイナルに滝本が進んでいます。相手は中国のユーチジュン、放送席は上村春樹さんです。前半に袖釣り込みで有効を取っています。道場の隅に移ってまいりました。相手も担ぎ系待てが入ります。まあこの戦いの中では余裕を持っていけてますよね、うん、ただねやっぱり組み手をきちんと持っとかないと、はい、今のような技でねコテンと転んでしまって有効を取り返されたりするケースがあるんです。そうですか。もう組み手をね、あっと出足払いか、技あり、技ありを取りました。右足が綺麗に出ました。出足払いでよろしいですか。そうですね、もうあの非常にね、はい、うまい足払いです。はい、タイミング良かったです。有効に技ありを上積みしまして試合を有利に進めています。片一歩だけですね、はい、今審判から待てが入りまして中国の選手の方に指導が行きました。これで技あり有効効果相当滝本がリード。残り試合時間は2分です。おっと体落とし、技あり合わせて1本、見事に合わせて1本文句なし。これで上野さんかなり出場権だけはね確保できそうな雰囲気ですね。まあ、あと韓国の選手がね、はい、あの3位決定戦に上がればそれで確定します、はい、滝本見事に3位決定戦進出を決めまして濃厚となってまいりましたシドニーへの出場権81キロ級です。アジア柔道選手権男子90キロは韓国のユンドンシクがリードを奪っています。技ありと有効を取りました。ウズベキスタンのムロドフ、残り試合時間は2分40秒まもなく切ろうというところ。本当にいろいろな技、日本人が発想しないようなタイミングでやってくるというこのロシア崩壊後の中央アジア勢、ユン・ドンシクも27歳、ムロドフが25歳、
上村さん、年齢的には柔道陣のこう成熟っていうのはどの辺なんでしょうね。だいたい25からね、はい、やっぱりこの27、8ぐらいまででしょうね、はい、まあ、非常にね、精神的にも落ち着いてますし、はい、肉体的にもね、非常にやっぱあのピークの頃ですからね。内股に行きますが、篠原さんもぼちぼち、はい、円熟のね、上村さん境地に、そうですね、まだまだですね、まだこれからっていうところです篠原さん苦笑い。このクラスでは日本のオリンピック代表は吉田秀彦が決定しております。このアジア選手権では残念ながら飛びつかブロンズメダル、決勝戦が行われていますが、韓国ベテランの27歳ユン・ドンシクがリードを奪って、残り試合時間は2分を切りました。支え釣り込みか、左側に相手を体を持っていきましたが、でもこのユンドシクうまいですね、試合の組み立てが、非常にね、このモロゾフの、ね、力をね、はい、まあこのね、ずらしてますよね。底力という意味ではこのムロドフが強そうですけど、そうですね、ただ自分の力をね、はい、相手に伝えることができないんですね、ユンドンシクはいいとこ持たせませんし、はい、うまく取ってますからね。そのうまさは篠原さんも感じられますか。はい、そうですね。吉田選手もベテランの払い腰が差し掛かってきていますが、上村さんどうでしょう、吉田選手がシドニーでこのクラス、あの自分の、ね、組み手と、それで強力な内股を持ってますからね、それをうまく使いこなしてたら、投げれるんですよね、そうですか。やっぱ力の強いのをまともに受けますとね、やっぱかなり年齢もいってますから厳しくなりますが、まあ、あの相手の力をずらしたりいなしたりして、そして得意の内股で決めていくという試合をやったらいいですね、残り試合時間が1分を切りました。男子90キロの決勝戦は、韓国のユン・ドンシクがリードを奪っています。技ありと有効を取っています。ウズベキスタンのムロドフが苦戦を強いられていまして、試合時間が進んでいきます。放送席には世界選手権で2階級イギリスで、取られました篠原慎一さんにもお越しいただいております。篠原さんも日本の柔道家で強いと思われる選手の中に 吉田秀彦選手の名前を、ね、挙げられましたよね、はい、体重階級は違うんですけどね、はい、やっぱりそうですね、勝負強さといいますか、はい、やっぱりあの技のキレとかも、はいはい、素晴らしいんで、はいはい、ベテランの吉田秀彦はこのクラスのシドニーの代表、残り試合時間は20秒を切りました。韓国ユンドンシクリード。韓国は世界選手権には別の選手が出ておりましたが、さあもう時間がありません。待てがかかりましたが、残り1秒です。今ブザーです。試合終了。男子90キロ2000年アジア柔道選手権大会、90キロのチャンピオンには韓国のユン・ドンシクが輝きました。2000年アジア柔道選手権男子の階級、残すはこの無差別のみ、村本達弘。決勝の相手はイランのミラン。放送席の解説は評価部長の上村春樹さん、そしてゲストにはシドニー代表2大会連続してオリンピックに出場する野村忠宏さんです。さあ村本が登場してきました。相手のミランはこの大会で2つの階級にまたがっての登場になります。185センチ135キロの村本です。追いつけ追い越せという無差別重たいクラス、篠原に追いつきたい村本。この村本はその篠原からもポイントを取って場内を沸かせた経験がありますが、決勝戦の相手はイランのミランです。今日は上村さん、しかし男子は決勝戦にみんな出て大活躍ですね。そうですね、みんなね、自分のいいところをね、はい、よく出してますよね、この村本もね、はい、もう少しこの前にゴン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 行くような気持ちを持ってくれるとね、はい、もう一皮むけるんですけどね、もともと野村さん、はい、パワーはすごいですもんね。そうですね、はい、払い腰、そして送り襟締め、払い腰と3つの戦い、すべて一本勝ちで決勝に勝ち上がってきています。村本達弘、相手も上村さん力はありますね。力は強いですしね、もともと自力のある選手なんです、はい、
だから不用意に行くとね、やっぱ返されたりしますからね、足技をたくさん出してほしいですね。イランも最近は本当に強くなってきましたね。もうあの、イランがですね、本当あのアラブのアフキンで一番力ありますからね、シャリカニというね、得意な技を出した選手もこのアジア選手権目立ちました。ちゃんと組み手を今行かなければいけないんですね、ここで大外から巻き込んでいきますが、待てが入りました。村本辰弘、無差別級決勝戦の相手はイランのミラン選手です。技を仕掛けてくる大内刈りきますが、大きな体を丸く縮めています。今の立ち上がりの表情は野村さんどうですか。村本選手の様子いつもこんな感じですか。そうですね、はい、普段と変わらず、はい、もっと本当は切れる技もあるし、力もあるんで、なかなかそれが試合でうまく出せないみたいですね今。ちょっとこう調子はあんまり良くないわけですか。そうですね、この動員の中の近くで取材した時の腕もう丸田んぼのように強烈な腕をしております村本。篠原追い越せ、第二グループですよね。そうですね、もう本当この選手たちのですね、はい、とっついでいく有効杯、有効を取りました。はい、今のはね、大外刈りに振りをしましたし、もう背負い投げ的にね、ね、技的には内股払い腰系が多くて、今の背負いってのはあんまり見ないですね。あんまりもう見ないですけどね、もう背負いからもう巻き込んでいるような感じですもんね、はい、さあ残り試合時間は1分40秒台、有効一つリード。村本高校時代には全国でのチャンピオンに輝いた実績もあります。そして順調に力を伸ばしてはいるんですが、分厚い壁が日本国内には数多くいます。一回り大きな相手と対決している大外に来るミラン、右足を飛ばす、まだまだ逃げ切り体勢に入る時間帯ではありませんよね。そうですね、あのミランもね、はい、もうそろそろへばってくるんです、はい、もう今からがチャンスですからね、はい、村本は技をかけていかなきゃいけないですね、はい、そうですね、動きがちょっとね足を止まってしまいましたからね。ですね、待てが入りました。両者に指導が与えられました。しかし有効一つリードしている村本、この重たいクラスはスタミナの消耗が如実に目の前で分かりますね。そうですね、力いっぱい出しますからね、野村さんのクラスとは動きが全然違うんですが、はい、でもその大内刈り来る、そのスタミナの消耗度はね想像できますよね、はい、そうですね、もしかかってこられたら大変です。村本達弘が135キロであるんですが、そのまた一回り大きいです。確かに村本をつっかえ棒にするようにスタミナの消耗が激しいイランのミラン、有効一つリード、残り30秒を切りました。支え釣り込みのタイム、あの支え釣り込みまたなくなってきましたが、足払う、足を払いました。残り20秒、このままいくそうですか。そうですね、もう大丈夫でしょう、はい、完全にこの大会2つの階級にまたがって登場してまいりましたイランのミラン。お、この大きな選手がもろ手刈り気味に来ました。しかし下の方まで腰を曲げることができませんでした。残り10秒を切る、村本しゃくれというコーチの激励、今ブザーです。最終日男子は金メダルラッシュ、最終日は3つとも金メダル、村本辰弘の金メダルで締めくくりました2000年アジア柔道選手権。これで男子の金メダルは8階級のうち5つになりました。男子無差別決勝戦の結果、赤村本選手の優勢勝ち、相手の選手がちょっと出血をいたしまして、ところどころ返り血を浴びる形になりました。いやしかし相手も大きかったんで野村さん疲れたでしょうね。
そうですね、まあ、動き的にはその、はい、素人の人が見たら、こうのそのそっとしてるからそんなに疲れないんじゃないかって、まあ、思う人も多いと思うんですけど、やっぱ100何十キロの体重ですから、やっぱだいぶしんどいと思いますね。まあやれやれですね、小山さん。そうですね、まあ、村本もね、これで自分より大きいものとの戦い方が分かったと思いますね、あの振り回しながらの背負いね、これはちょっときっかけになってもらえたらいいですよね。そうですね。